では、これより、フェイクメディアの最前線の本編を開始させていただきます。私は、国立情報研究所情報社会総監研究系教授、先スクリーメディア国際研究センター長の一縁でございます、はいえーと。本セミナーではですね、近年社会問題化するディープフェイクに代表される、まあ、生成 AI により生成されたフェイクメディアに関しまして、その生成手法と検出手法などの まあ最新研究と社会実装について解説いたします。まあ、さらに、EKYC と呼ばれますオンライン上のですね、本人確認に対するフェイクメディアの脅威と対策といった最新の動向について議論させていただきます。はい。えっ、ー、と、本日のプログラムはですね、こちらあのお出ししたところになります。まず、えー、と最初に越前よりですね、私よりシンセティックメディア国際研究センターの取り組みということで紹介させていただきます。 次に、国立情報研究所、コンテンツ科学研究系教授、シンセティックメディア国際研究センターの副センター長でのいらっしゃいます山口純一先生から、シンセティックメディアの生成とファクトチェックについてご講演いただけます。それで最後にですね、株式会社日立製作所研究開発グループ、川名のん様より、ディープフェイクの脅威及び EKYC への攻撃と対策ということで、 え、ご講演をいただきます。はい。えっ、ー、と、それではまず私の方で最初に説明をさして、プレゼンをさせていただきます。これは、じゃあスライドを切り、はい。では、えっ、ー、と、15分から20分ぐらいお時間をいただいて、新設的メディア国際研究センターの取り組みということをご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、最初は私の簡単な略歴でございますが、 私もともとこの、えっと、まあ、国立情報研究所 NI と言いますが、NI に来る前にはその企業の方で、えーまあ、研究開発しておりまして、2007年よりこちらの、まあ、研究所の方に移りました。その、えっと、後ですね、あの、いわゆる、まあ、生態情報の保護とかですね、えーまあ、今最近ではそのフェイクメディアの、まあ、生成の主に検出の方の研究をしております。で えっと、まあ、このクレストという呼ばれるですね、国のプロジェクトの研究代表を使しておりまして、えー、非常にあの様々な取り組みをしております。えー、まず最初にですね、このシンセティックメディア国際研究センターの設立の経緯について簡単にご説明いたします。目的でございますが、えー、まあ人間のですね、中心の AI 社会を実現したいということで、多様な目での生成と、 まあ、メディアの信頼性確保、意思決定支援のための研究開発をです、ねまあ、実世界の課題を、まあ、取り上げながらえ、国際的な拠点として推薦するということが、この根拠になっております。で、実はその、えっと、このセンターですね、えーまあ、いくつか得ないセンターがあるんですけれども、外部資金というものが中心となって設立された研究センターでございます。えー、この CREST という、まあ、大きな国のプロジェクトでございますが、えー この二つのプロジェクト。一つは、えっと、こちらにいらっしゃる、えっと、山岸教授が代表となる、なっている、声のアイデンティティクローニングと保護という大きなプロジェクトとですね、私が代表となっているプロジェクト、インフォデミックを克服するソーシャル情報基盤技術という、この二つのプロジェクトが両輪となって、まあ、双方的にですね、シンセティックメディア生成、フェイクメディア検知、まあ、さらにはメディアの信頼性確保意思決定支援と。 こういうものをトピックとして設置されたセンターでございます。まあ、国内外のこの分野の研究者とですね、さらに海外ではいろんな多様な機関とともに連携をしてですね、まあ、多様な目での利活用と信頼せっかくを学際的、国際的再生で追求しているということでございます。はい。 以降ではですね、まあ、このセンターにおけるプロジェクトにおいて、まあ、時間も限られておりますので、顔をですね、まあ、対象としたフェイクィアについて少しお話をしていきたいと思います。まず最初でございますが、えっ、ー、と、まあ、これよくまあ生成まあ顔なんですけども、えー、まあ、一部は一部、どれかがですね、まあ、AI によって生成された、このように存在しない顔ということなんですけど、どれか、どれが、まあ、その、いわゆる、 フェイクというか AI で作られた、生成されたものかお分かりになりますでしょうかこれですね。答えはあの全部フェイクなんですね。はい。どれも違うと。よく見ていただくとこ、髪の一本一本、肺毛のところまで緻密に再現されていまして、これは今、あのスタイルガンの3という最新の,その、えっと、生成モデルですね。顔全体を生成するモデルを使ったものんですけども、えっと、顔の生成に特化したものですけど、本当によく見てもですね、髪の毛一本、ひげ一本一本ですね、シワの一つ一つとっても、 緻密に再現されているなという感じいたします。これが今のその顔にもまあ顔の生成のですね、まあ最新のまあ生成の状況だということは分かりになるとおもいます。映像になるとまあ少し前のモデルですが、これがいわゆるフェイススワ a プというモデルでして、右の方が、えー、他の人の顔に置き換えられたものでございます。まあ映像でも違和感なくこのようにできてしまうということがもうこれは2019年だっですが、まあこういったものが、えー、まあできている状況になるということです。 で、えっ、ー、と、まあ、これが背景でございますが、もうご存知のように、まあ、顔音声、身体、自然言語などの人間由来の情報を映画学習して、ま、本物と見ま、見まがうですね、フェイクメダタの生成が、まあ、2018年頃から可能になってきたということですね。で、実際に、まあ、えっ、ー、と、フェイク音声で、まあ、企業の幹部になりすまして、作詞された事例とかですね、これもう2019年頃起きてると。あとは架空の人物になりすまして、株価操作をもくるとかですね。えっ、ー、と、この右のは、えっ、ー、と、これはじ事件ではないんですけど、 えーまあ、イーロン・マスクさんの1枚の顔写真を使ってこれは表情転写という技術で、まあ、リアルタイムにこうまありすますとこれあの後でカワナ様の EKYC、えっと、のか、えっと、フェイクの攻撃と関連するんですけどこういったことも、まあ、できてしまうということですねで国内では2020年で、まあ、はじ初めてこういったそのディープフェイクを使った事例っていう案件で逮捕された事例が出てきたということですで近年でもそのウクライナ関係でいくつかの、えーまあ、フェイクが出回ったりとかですね ご存知のように、まあえっと、ステーブルディフュージョンとかチャット GP というの、えーモデルえっとこういった多様なモデルが出てきてこの、えっと、負の側面でのです、ねえー、問題というのも非常に多く取り上げられていると思います。続きましてあの簡単にです、ね、今日は時間も限られておりますので、まあ、顔を対象としたフェイクモデルの生成手法を簡単にご紹介いたします。大体、対別するとこの5種類ぐらいあるんですけど、えー、とまず最初に取り上げるのは、まあ、顔全体の合成ということですね。 まあこのえっと左の図にありますに、これが最初、クイズでお出ししたものですけど、ノイズからですね実世界に存在しない顔全体を生成するというものでございます。これはまあスタイルガン2のものですけど、最初にクイズでお見せしたのがスタイルガン3で最新の状況のモデルです。それ以外にもですね、この2番、顔の表情操作と言います属性操作といって、これはここの部分がリアルなんですけど、 まあこれをブロンドフェアにしたり、性別を変えたりといったことが、自然な流れでスタイル変換できるというところも、2018年頃から出てきているということです。で、これはですね、まあ、いわゆる表情操作、フェイシャルリアクトメント、または表情の転写といいますが、えっと、ここに元の映像がありますと、で、これはえっと攻撃者の映像で、この表情に同期するようにリアルタイムで この表情を変えることができるというものです。これは、えっと、まあ、えっと、2016年に発表されたものですけれども、こういったことが、まあ、2016年当時から研究レベルではできてきているということです。で、さらにですね、こちらにあるのは、こちら元のソースがですね、ターゲットのようなものが映像だったんですが、いわゆる一枚の写真からでも表情をこういうふうに与えることができるよということですね。これが先ほどの、えっと、最初にお見せしたイーロン・マスクさんの、えー、使った技術と同様なものです。 一枚の写真があればそこに表示を与えることができてしまうということが言われていますこれも2019年頃の研究の成果だということです。それよりもここは少し割愛しますけど、複数のモダリティを使ってそのフェイクを生成したり、本人の言っていることの一部をテキストをちょっと変えるとですね、そのテキストの変,変更内容なしで自然な形で動画が生成されて、本人の顔の喋る動画ができてしまったという技術も発表されています。 で、これが、まあ、いわゆる、その、よく、最初、まあ、言われているディープフェイクというふうに広まったものでして、えっ、ー、と、研究的にはフェイススワップというふうに言われてますが、えっ、ー、と、簡単には、その、この場合は A さんとです、B さんのオートエンコーダーという二つのモデルを使ってですね、この A さんの表情がここに、まあ、えっ、ー、と、潜在変数として、レイテントフェイスとして、えっ、ー、と、抽出されてます。これを、今度は B さんのデコーダーで、えー、デコードすると、A さんの表情を維持しながら、顔は B さんの顔に置き換えることができると。 これをフェイススワップと呼んでいます。えっ、ー、と、先ほどの最初の映像で見せた、えっと、最初のクイズの後の映像で見せたやつですね。これをフェイススワップと言います。で、近年ではもう少し、えっと、このモデルをもう少し軽量化したものも発表されています。はい。こんな感じで、まあ、非常に簡単にご説明すると、この5つのタイプから、大、え、体、ー、いいその顔を対象としたフェイクメディアが生成されているということです。続きまして、まあ、この、えっと、防御手段ですね。防御の、えっと、まあ、手段として、 特に私たちが、えー、と取り組んできたものについてご説明いたします。実は、えっ、ー、と、この、まあ、私たちの私のグループと、えー、隣にいらっしゃる山木先生のグループですけど、えっ、ー、と、実は世界で最初にですね、こういったディープフェイクとか、えー、先ほどの不評転写、まあ、フェイスとフェイスと呼ばれるものの検するですね、えっ、ー、と、検出方法っていうのを、まあ、実は世界で最初に提案したというものでございます。で、当時はですね、その学習データもなくてですね、 いわゆるその手作業でこう、えっと、フェイクを集めたりして学習してましたが、えー、モデルとしては非常に簡単な4素の CNN を使って真顔判定を行っているということですでえっ、ー、と真顔、まあ、判定の中間層を見るとですねだいたい口元とか目の辺りを見てこのモデルはリアルかフェイクかを判断しているということが言われていますで、えー、と当時は精度ものすごい高かったんですけどそれはなぜかというと当時それほどですねフェイクの生成手法はなかったということに気にしています 今、日々日々多様なモデルが出てるんで、実はその多様なモデルに対して、各々のモデルに対して維持するのってなかなか難しいので、まあ、それはそれで後で技術課題として今取り組んでいます。ここに引用回数ありますけど、これはまあえっとほとんどそのディープフェイクの研究の論文で、まあ、大体最初に引用されるのはこの私たちの論文だということです。2018年の12月に発表したものです。まあ、さらにそれをすぐに改良しまして、もう少しそのえっと顔のシン判定に特化した え、改良手法というものも提案させていただきました。で、これはあのカプセルネットワークというモデルを使ったものでございますけれども、えっと、具体的にはですね、えっと、入力者、この場合はフェイクの映像がありますけど、これはまあ複数のカプセル、各々が実は違う観点から、えっと、そのモデルをし、まあ、判断、リアルかフェイクを判断するということで、まあ、この場合3人の目利きがいるわけですけど、いろんな違う観点でこうリアルフェイクを判断して、最後はその結果を、えっと、上位のカプセルで持ち寄って、え、真断判定を判断するという、 今、その、顔の進化判定に、まあ、特にその、えっと、未知の攻撃に対してはいろんな目利きがいるんで、進化判定の精度を少し上がるといった成果もございました。これも非常に多く取り上げられている研究成果です。まあ、これは一つの例ですけど、えっと、これはフェースとフェースと同じ人なんですが、表情が、えー、右によって改ざんされている中で、えー、まあ、圧縮等をかかっても、えー、一定の精度でですね、進化判定ができるというものでございます。 でさらに我々はですね、真顔判定だけじゃなくて、どの部分が改ざんされているかというところも、まあ、同時に推測しようというモデルも、世界で最初に提案しております。で、実は、えっと、この当時、結構モデルがいろいろずっとフェイクを作るモデルが出てきたんですが、モデルによってですね、まあ、その変更される領域が異なって、これである程度、どの手法で作られたかっていうヒントになるわけです、この部分を解析すると。 まあそういったモチベーションもありまして、診断判定と同時にどの部分が変えられたかと、ひいてはどの手法で作られたとことに対する、えー、まあ判断材料となるんじゃないかと思いまして、こういったことを提案したわけでございます。まあ、これ実際でもですけど、診断判定と改ざんされた領域を同時に推定して、その改ざんされた領域に基づいて方法を推定するということに対しての研究成果でございます。はい。 続きまして、えっ、ー、と、まあ、もう少し、え、最新の、まあ、クレストの研究成果も含めて、あとはその、シン判定のですね、手法の社会実装について少しお話しいたします。で、我々ですね、えっ、ー、と、JST 様から、えっ、ー、と、予算をいただきまして、研究予算をいただいて、2020年12月から、 えっと、インフォデミックを克服するソーシャル情報基盤技術ということで研究をさせていただいております。まあ、これ、略称我々クレストのフェイクメディアと呼んでるんですけども、えー、大阪大学の馬場口先生と、えー、東高大の笹原先生と一緒に研究をさせていただいております。まあ、簡単に研究をご紹介いたします背景をご紹介しますと、当時この2020年頃っていうのはまさにそのパンデミックの真っ盛りでですね、まあ、さらにその社会に恐怖や困難を起こする不確かな情報がまあ氾濫した時期でございました。特にその コビットに関しては科学的根拠のない予防法とか治療法に関わるフェイクニュース。まあ、それ以外にもですね、フェイクではないんですが、この右。ソーシャルディスタンスを守ってるんですけども、まあ、意図的なディレクションによって一方向から望遠カメラで撮ると、まあ、まさ、あ、にこの密であるようになってしまうよと。こういったところで、えっと、こういったものも抗議の意味では何かしらの意図が感じるということでフェイクじゃないかということをまあ少し考えたわけです。で、当時、2020年当時に、えっと、愉快犯とか攻撃者っていうのがいると、 今後出てくる多様な、今まさにいろんな生成系、まあ基盤モデルも出てますけど、こういったフェイクメディア、生成されたフェイクメディアを駆使して、インフォデミックを意図的に発生させる可能性があるんじゃないかと考えたわけです。で、大きく3つのタイプに分けました。1つはいわゆるディープフェイクと呼ばれるものですけども、実は当時、われわれもともと大阪大学の馬渕先生と研究をやったとき、ディープフェイクという言葉がなかったので、そういったものは、まあ、メディアクローンと呼ぼうというふうにつけました。 元々そのディープフェイクの前からこういう研究したんですけど、メディアクローン型 FM ということで、本物に限りなく近いが本物ではないフェイクメディア。で、プロパガンダ型 FM っていうのは、世論操作のために、まあ、真偽はわからないけども、意図的なディレクションが入っているって、まあ、世論操作を行うようなメディアと。あとまあ、AI を誤動,誤動作、誤判定させるようなメディアっていうのも、まあ、フェイクメディア、FM と呼ぼうと考えたわけです。まあ、このように、えっ、ー、と、まあ、大きな、えっ、ー、と、実施課題としては、検出技術とか、 意思決定ともう一つは、まあ、無毒化する何かしらの、えっと、フェイクがあったときに、まあ、そういったものを今後学習するケースも結構出てきますそういったものになんかトリガーが入っていると何かしらの,、えっと、その学習したモデルが変に誤作動するんじゃないかということもあって、まあ、学習する前に無毒化が必要だとかです、ねまあ、究極的にはフェイクからリアルに戻してあげるようなことも重要じゃないかというふうに考えたわけです、まあ、実際この、えっと、提案時の、まあ、研究を見ていただくとこれが我々が心眼判定で、えー まあ、カプセルネットワークを使った真化判定のモデルでもう一つが先ほどご説明した階段、えー、の領域も推定するようなモデルです。まあ、これら当時我々やっておりまして、まあ、これらを踏まえてこのプロジェクトをやろうと当時考えたことは、えー、具体的にどの手法で作られたかをちゃんとえ推定してあげるということともう一つは無読化の究極的な目的っていうのはこのフェイクからまあリアルに復元できればなということを考えたわけです。 えとここはちょっと時間ありませんので、まあ、こういったポンチ絵を使って、えー、無読化をして、えー、意思決定をして交代生成健全なサバイ社会ということでこの3つの領域で研究を行ってきたということです。はい、で、えーとまあ、このように、えー、研究実施項目も定義したんですけど、えー、といくつか成果の中の1つだけちょっとお話しするとですね、えー、今隣のポスターでもやってますけどさっきの映像のです、ね、フェイクからリアルっていうのは、えー、こういう研究をしてまして、えー ここにありますけど、えー、サイバーバクチネーションという、えー、っと新たなワードを作りまして、とにかく守りたいものに実際にこの、まあえー、っとワクチンを打っておくと、ここからその顔がフェイスアップされてもですね、まあ、元の顔に復元できるよっていうような手法も実際これ実現しました。えー、2020年当時は構想だったんですけど、まあ、最近こういった成果、実際さっきのデモがですね、まあ、現実化、現実にできるようになったということで、まあ、隣のポスターの会場でですね、デモとしてお示ししています。 このに、まあ、えっに、と、ウェブサイトも立ち上げて、えー、いろいろやっているということです。それで、えっと、2020年に立ち上げたんですけど、やはり21年ぐらいから国内でも、やはりそのフェイクの台頭っていうのは厳しい、いろいろありました。国内でもいろんなニュースが出てきたということで、まあ、我々そういったところに対して、まあ、研究としては最初に立ち上げたけども、社会実装も重要じゃないかということで、えっと、山木先生のクレストと連携してですね、まあ、とにかく、えー、ユーザー企業さん、企業さんが使えるようなプログラム群っていうのを開発しようというのがモチベーションでした。それを、まあ、きっかけでですね、 まあ、えっと、1年ぐらい、一年ぐらい前から、こういう、えっと、開発の方にも特化してプログラムを考えたということ、作ったということです。まあ、それがシンセティックビジョンというふうに呼ばれるものです。で、従来は研究者の方はこういったその、推論の部分だけは注力するんですけど、我々は、まあ、使い勝手いいようにですね、API を用意したりとかですね、サーバーの RDB とかストレージをちゃんと作って、えっと、ユーザー企業さんがこう、クエリ映像、クエ問い合わせたい会話映像をこう、 アップロードすると、進学判定を、サーバーロードで進学判定を行って、場合によってはその結果もちゃんと返してくれるような、全部、えっ、ー、と、自動でやるようなプログラムと、えっ、ー、と、作りました。それで、まあ、ここは、えっ、ー、と、ちょっとあれですけど、実は今年の1月にサイバーエージェントさんが様がですね、このデジタルツーレベルに登録した著名人のディフ a 検出ということで、このプログラムに対して、まあ、えっ、ー、と、実用化ということで、事業業のためのライセンスを開始したという状況です。いろんな、えっ、ー、と、多くの方から、企業様から問い合わせがありました。 まあ、さらに、えっと後でちょっとご説明があるかと思うんですけど、もう少しこの、えー、プログラムをスケールするために、えーまあ、研究室だとこの、えっと、限度がありますので、こういったことを一点気になってくれるのはライセンス事業者様も募集しているような状況です。はい、こんな感じですね。で、最後少し課題だけ申し上げますと、えっ、ー、と、フェイクメダル件数、いろいろまあ社会実装も含めて、研究から社会実装もいろいろやってきているんですが、やはり問題なのは、まあ、取り上げますと、フェイクメダルの生成証という本当に日々に いろんなものを現してるわけですねそうするとやはり、えっと、ただ単にアップデートですね学習のアップデート学習データのアップデートとか、まあ、モデルの学習っていうのが必要になってきてここは結構難しいところだと思います。であまりも何も考えずに学習すると過去の、えっと、モデルを忘れあの生成されたその進化判定のせいで干しちゃうとかですねこ,このバランスが難しいところですが、まあ、うまくその連携しながら今やってる状況です。 であと、山木先生の話もあるんですけど、ファクトチェック、心眼判定自動心眼判定じゃだけじゃなくて、これが、まあ、本当にファクトなのか否かというところのフ,ェファクトチェックも、双方的に必要になるんじゃないかと、われわれ思っています。まあ、そういったところも含めて、えっと、やっておりまして、えっとわ、私の次の発表だと、えっと、山木先生の方で少しファクトチェックの話があるというふうに考え、あの思います。どううもありがとうございました